はい、どうも、プロさんです。今日はですね、しずしずさん、はい、ちょっと顔出してくれる？あ、もう普通にいいよ。はい、今日はですね、しずしずさんがいるということで検証動画を撮りたいと思うんですけど、はい、いいですか？ちょっと顔はちょっと切れてますけど、はい、今日はこのじゃーん、バコーン、ジャビーン一応お決まりだから、これ YouTube の制汗剤って何かしてる、これ、うん、匂い、汗に一番売れてる直塗り制汗剤、まあ、これあれでしょ、まあ、塗ればさ、匂いが消えるみたいな、脇の、うん、まあ、それで今日は検証でこちらです。じゃーん、黒酢、黒酢を脇にちょっとペペペってつけてで、匂わなくなるのが本当に酸っぱい匂いが、それをしずしずさん、やりたくない、しずしずさんにちょっと嗅がしてやりたくない本当臭くないか、やっぱりデリケートゾーンだからさ、やっぱ一番女性に切られたくないから、匂いっていうのは男はちょっと手伝ってくれる？まずはですね、まずは普通の状態でちょっと汗かいて、え、嗅ぐのやつちょっと嗅いでくれ。いやだ、いやだ、いやだ、めっちゃ勇気いるんだけど。お願いします。いやだ。はい、な、何にも匂わない、何も匂わない、何も匂わない、危ない危ない。右脇だけ塗って、うん、で、それでおた両方の脇に黒酢をつけてやりますか。はい、うん、初めてだな、これ使うの、うん、私も初めてだ。何これ、こんな感じですね、うん、コンパクトだね。え、何これ、このまま塗るの？あ、そうなんだ。え、だって全然塗れなくない、これ。え、このまんまつけんじゃないの？水またはぬるま湯で濡らしてたじゃん。どうりでな。ちょっと塗ってくんない？ちょっと。シュールだな。くすぐってー、やべ。あちょっと待って。大丈夫か、これ絵面的に。ああ。濡れてる？ギャああ、濡れてる、マジで。ちゃんとやって、ちょっと。ああ濡れてるかわかんない。濡らしていい？全然匂いがしてないんだけど、これ。うん、確かに。あ、でもちょっと、うん、やっけど、やめ。これだけ塗ったか。え、黒酢今つきました。もうここからやばい。やるの、食べるのは私だから。うわ、やばいな。なんか消えなさそう。嗅ぎたくない。やべえ。匂わない、まだ。うん、どう？わかんない。匂わない、どう？わかんない。どう？に、え、ちょっと鼻開けてなくない？うん。うん、ちょっと鼻開けて。どう？わかんない。わかんない。どう？わかんない。わかんない。あ、匂ってないのかな？じゃあ、次回に行きたいと思います。今から。あ、やだ。よし、じゃあお願いします。こっち生活剤つけてないから。何？え、どうですか？臭い。臭い？うん。臭いですか？臭い。え、どんな匂い？酸っぱい。あ、酸っぱい匂い？酸っぱくてなんか気持ち悪い。次傷つくな、普通に。次は、まあ、こっち。うん、臭かったか。な、自分ではもう分かんないんだよな。なんかリアル、結構。あ、リアルな匂い。うん、じゃあ、ちょっと、こっち性感剤つけたから。
こっち匂い嗅いでて。臭い。臭い。臭いのかよ。臭いのかよ、マジで。全然無理じゃない。え、匂い落ち着いてない。むしろこっちの方が臭かった。